Hello, everyone. 皆さん、こんにちは。怪獣さつき .com へようこそ。私は怪獣さつきと申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、ただいまですね、夏休み真っ盛り、三重県総合文化センターでは、三重アカデミックセミナー2017公開セミナーというのが開かれておりまして、もうだいぶ終わったんでございますが、今日は、その中の、この鳥羽商船高等専門学校の先生が、マテマティクスは数学かというね、ザ・理系なテーマでお話になりました。で、まあ、ザ・理系なんですけれども、この、なんていうんですか、数式を教えるとかいうことではなくて、なんか歴史の話をされるということだったので、まあ、私も大丈夫かなと思って行ってまいりました。はい。そしたらもう、最初からですね、先生自身も、数式の話をするとかだと参加者が誰もいないだろうから今日はそんな話はしませんみたいにねおっしゃってですね、ただですね、この公開セミナーいつも行くと椅子だけ置いてあってメモするのにすごく困るんでしょ、膝の上にノート置いたりするとかズズッと滑ったりして、ところがですね今日はちゃんと机も置いてあってたので何かテストでもあるのかなと思ってちょっと緊張したんですけど、そういうわけではなかったようでございます。はい。で、今日のこの先生のですね、鳥羽商船高等専門学校でございますが、これは鳥羽にありまして、商船学科ですよね、船乗りさんになる学科があって、こういうね、すごいなんかいい感じのところにあるんでございますが、船乗りさんになる人は、卒業前の半年だったかな、なんか、航海に出るんですね、船に乗って、世界一周するのかどうか分かんないけど、半年ぐらい船に乗って実習をするというのがあったと思います。はい、なのですごいなんか本格的でございますね。で、今日お話になった先生は数学の先生ですので、まあ、一般の先生ということでございます。はい。で、このマテマティクスは数学かというこのテーマですが、これはどういう意味かというと、数学という、まあ、言葉は別に新しくできたものではなく、中国にもともとあった言葉ですよね。で、マテマティクスっていうのは、これはこれで、ギリシャからずっとこう西洋にあった言葉ですよね。ですが、皆さんご存知のように、明治維新まで、要するに江戸時代までは和学っていうんでしたっけ、西洋の数学じゃなくて日本独自の数学っていうかがありまして、それ結構発達してたって言われてるんですけれども、で、明治維新になって西洋の学問がいっぱい入ってきた時にマテマティクスっていうのが入ってきたと。で、そうするとですね、他の学問もそうなんですけれど、例えば哲学なんかもそうなんですけれども、どういうふうに日本語を当てるのかっていう問題が生じるわけですよ。はい。で、もともとそれとほぼ同じ内容、同じ概念のもので、そういうものを指す日本語あるいは、まあ、中国語というか漢字ですよね。があればそれを当てます。はい。なので、問題はないわけですが、数学、要するにマテマティクスっていうのをどう訳すかっていうのは結構問題だったそうなんですね。はい。で、それが決まったのはですね、明治15年に、何でしたっけ、東京数学会社っていう、これ別にいわゆる今考えるような会社じゃないんだけど、まあ要するにそういう、数学をみんなで学んでいきましょうみたいな、そういう会ができて、そこに、訳語会という、まあ、会がありまして、西洋の数学の教科書とかを訳すときに、どういう日本語を当てていくかというのをこの際みんなで話し合って決めましょうという会です。で、それを作って、まあ、大体この言葉はどうしますかっていうのを決めるときですね、百科事典とか辞書とかそういうものを参考にして皆さんで、あ、この言葉でいいですね、はい、みたいな感じでごシャンシャンって言ったそうなんですけど、数学マティクスに関してはですね、
意見が割れたんですって。なぜかっていうと、よく似た、数学もいろいろこう細分化されてるじゃないですか。なので、これに数学当てちゃうと、じゃあこれの役はどうするんだとかですね、まあ、そういういろいろ問題があって、で、最終的に案として残ったのが算学、算数の3、それから数学、で、もう一つが数理学。この3つのどうしよう、の中でどうしようというところまで行ってですね。で、まあ、いろいろ、なんか結構、紛糾したらしいんですけど、で、面白いのはですね、この東京数学会社っていうのは、この議論してものを決めるというね、やり方を、まあ、民主的に取ったわけですが、それまで日本人は、なんか、みんな平等の立場で議論して、それ何か決めるっていう、そういう習慣がなかったんで、規則を作ったんですって。例えば意見がある人、今だったらはーいって手を挙げると思うんだけども、意見がある人は起立しなさいとか、でもしも同時に2人の人が起立した場合は、何だったっけ、司会してる人かな、議長か、がなんかどっち先って決めなさいとか、あとなんか最終的に決めるときは多数決で決めなさいとかですね、なんかそういうのを決めて、なんか本格的に取り組んだらしいですよ。はい、すごいですよね。はい、で、まあ、最終的には数学になったということなんですね。で、なぜこのお話をですね、今日鳥羽商船高の先生がされたかというと、この、明治、幕末から明治維新にかけて、数学教育にすごく尽力をしたのが、塾がありまして、塾といえば慶應義塾が有名ですけれども、当時慶應義塾と、まあ、並ぶぐらい非常に塾生も多かった。塾生がですね、明治7年に慶應義塾は526人で、でこれからお話しするその理系の塾、こう工業塾って言うんですけど、工業者って言うんですけど、これは351人ということで、結構大きかったんですって。で、この工業者というのを作った方がですね、近藤先生ということで、で、この、近藤誠先生ですね。で、この近藤誠先生というのは、明治40年に帝国六大教育家ということで、なんか、政府から表彰されているという方で、ちなみにその六大教育家の他の人はどういう人か、近藤誠先生以外にどういう方がいらっしゃるかというと、福沢諭吉先生、新島襄先生、あと森有礼とか、まあそういう方たちですよね。だから、大変なものでございます。で、この、近藤誠先生というのはですね、鳥羽藩士の跡取りだったわけですよ。ですので、東京、江戸住まいだったので、東京になりましたけど、で、塾はされてたんですが、鳥羽藩士だったので、でしかも鳥羽湾っていうのはいい港なんですよね。で、ペリーの黒船がやってきた時に、鳥羽湾もなんかこう防御をちゃんとしなさいみたいな感じに言われて、まあ、そういうこともあってですね、工業者東京でやってたんですけども、その分校みたいな感じで、海運とか、あと海軍の、予備、海軍にの、なんか士官学校かなんかあるじゃないですか、それの予備校みたいな役割を果たす工業者というのを作って、その分校を自分は鳥羽藩主だったから鳥羽に作ったと。で、それが発展して鳥羽商船高等専門学校になったと、そういうご縁があってですね、今日このお話をされたと、そういう流れでございます。はい、それも複雑ですね。はい、ということでですね、そうなのかということで、鳥羽商船高等専門学校の、歴史も分かりましたし、数学という言葉を決めるのに、こういういきさつがあったのかというね、知られざる歴史という感じでございましたが、
それをね、ご紹介いただいてとても勉強になりました。で、その時のですね、訳語会で数学という名前に決めた時の過程のね、議事録っていうのが残ってるんですって。で、それがちょっとくちゃくちゃになっちゃったんですけど、こんな感じで、誰々さんは何と言ってます、誰々さんは何と言ってますみたいな感じで、きちっと議事録に残ってるんですね。ですので、この数学という名前、落ち着くまでの過程というのが分かると。そういうことで、やっぱりこうね、資料に当たるというのは非常に重要なことでございますね。はい、でした。はい、それで近藤誠先生というのはですね、ググれば写真出てきます。お写真、晩年のものですけど残ってまして、で、よく明治の頃の、偉い方にあるように、こうなんかひげをですね、すごいなんかこう威厳のある感じな動きを蓄えた方で、明治ぐらいの人ってひげ蓄えますよね。で、今ってあんまり日本人の男性ってひげってそんなになんかね、こう蓄えたりしないでしょ。あれはどういうあれなんですかね。いつも見るたびに思うんですけど、なんかこう壮年の男性がこの顎ひげをたっぷりと蓄えて威厳ある感じにするという流行はいつからいつまであったものだなんだろうというのはですね、ちょっと知りたいなと、話脱線してますけど思いました。はい、ということで本日の、アカデミックセミナー2017、数学の話でございましたけれども、なかなか興味深いお話でございました。以上、会議さつき.com。 See you next time. Bye.